うわ、そんなバカなこと言おったら、やられたじゃねえか。よし。これで、5つ全部、地獄の遺伝子を集めたわけやけど、これから、ここのセンタービル。ああ、間違えたよ。アンデッドガーデンに飛んだ。はい、ということで、飛んでいくよ、また。センタービール、はい。片言になったけど、今一瞬。はい、センタービルに着きました。ということで、これからちょっと。さあ、エース。めっちゃなんか、遠回り。はい、エース。お、あゆな、おめえの持ってるそいつはなんだ？ちょっと見せろよ。なあ、いいだろ？ほいほい、オッケー。アイナは地獄の遺伝子1と、地獄の遺伝子2と、地獄の遺伝子3と、地獄の遺伝子4と、地獄の遺伝子5をエースに見せた。全部言う必要あるか。おお、ただならん力をバリバリに感じるぜ。おめえの持ってる地獄の遺伝子を合体させれば、すげえもんが生まれそうだ。とはいえ、配合装置で作るのは無理だな。こいつのマスは強すぎる。もっと大量にマデュライトを使える装置じゃないと、マスで壊れちまうぜ。なあ、アユナ、おめえなら心当たりがあるんじゃねえか？例えば、マデュライトを使った装置の動力部とか、そういうのだぜ。もしもそういう装置を見つけたら、調べてみろ。こいつが使えるかもしれんぜ。まあ、この話はおめえに任せるとして、今日は配合やっていくのか？もうめっちゃなんか、適当な感じやけど。なんだ、やんねえのか。それじゃあ気が変わったらまた来いよな。で、これは任せといてとか、すごい適当な感じの扱いになったけど。じゃ、ここから、もちろん動力部行くよ。はい、この子、黒金の監獄刀。3回動力、く。はい、行きます。で、もちろんここね。ここやったら、魔素が強いとか関係ないけんね。え、ほい。かつてブレイクモンスター改造装置の動力部だった残骸がある。動力部は壊れているが、まだマデュライトのエネルギーは残っているようだ。動力部だった残骸に手持ちの地獄の遺伝子を近づけてみますか。ほい。地獄の遺伝子が動力部に残されたマデュライトのエネルギーに反応している。地獄の遺伝子が動力部の中に飲み込まれてしまった。どうよ、これで。来るか。おぉ。黒金の監獄島の屋上からとつつまなく恐ろしい気配を感じる。なるほど、屋上にいるのか。じゃあちょっと、出ていきます。監獄島屋上。シュン。うわ、やば。見える？ちょっと待って。なんか、見えます？とか言って全然黒、え？寝てね？え？寝てない？あれ。ほら。え、めっちゃ寝よるって。ねえ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 、起きてー。なんで立ったまま寝てんの？器用だな。ぐごごごごごごご。なになに、なんか可愛いんだけど。誰だ、我が眠りを妨げる者は。我が名は共栄スターク。今はそれしか思い出せぬ。果たして自分が善なのか悪なのか、それすらもわからんのだ。その私に何用だ？私を従えるためにやってきたのか。ほい。善か悪かわからんのなら善だって言ってあげればいいんじゃないの。私を従えるためにここまで来たというのか。面白い。私を従えるのであれば、それなりの力を見せてもらうぞ。コアパートで手加減はせぬ。全力でひねり潰してくれよ。大丈夫だ。私は負けない。でもめっちゃでかかったよね。あれは確実にでかかった。バーディーのはいまいちちょっとね、わからんかったけど、これはでかかった。え、だってさっきのさ、闘技場でのイベントバトル。あの時のバーディーの様子からしたら、フィールド上ではあれぐらいの大きさがなかったら、あんな感じにならんのじゃないっていう感じのやったけど。ね。まあ、これで、今日はエスタークをね、あなたは善だよって、
いや、いい子だからねって言って仲間にしてあげれば道をそれることはないはず。んてか、これは誕生したってことはさっきの瞬間にこの子は生まれてきたってわけだよね。生まれてきて速攻で寝てるってすごいな。てかこんななりして赤ちゃんすか、かわいい。なんかそういうことじゃないんかな、配合って。ちょっとよくわからんねえけど。でも親1、親2っておって、その2人を掛け合わせてできた子供ってことやけ、やっぱり生まれたての子供ってことよね。そう考えたらかわいいって思わん？見た目いかついけどさ。でもさっきのなんか、眠りが解ける瞬間のびっくりした顔かわいかったよ。てかさ、ん？みんなもう起きた？あ、起きたね。よかったよかった。さっき寝よったけんちょっとどうしようかと思ったけど。ん、でもダメージはそんなにない。でもこっちのダメージもそんなにないんかな。ね、なんかそんなに大ダメージを与えれとる風も、いや、与えれてるのか？うん、与えれてるかもしれない。もしかしたら。めっちゃふわっとしとるけど。ていうかさ、みんなね、自分よりこんなにでっかいモンスターに挑んでいくって勇気すごいよね。絶対無理やん、こんなん。てか主人公もすごいけどね。あんな巨大なモンスターの頭に乗りたくないし。てかあんなさ、顔が二つもあるようなモンスターに乗りたくないよね。顔が二つあるモンスターってさ、何？食事は二人分なの？うわ、そんなバカなこと言おったら、やられたじゃねえか。なんてことだよ。いや、もうガンガン行こうぜしかないよ。でも気にならん？あれって食事は二人分？あれ食事二人分なんかな？大変そう。食事代めっちゃかかりそう。とかいうリアルな話。いけ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 。でも連続攻撃になったら急激に弱くなるんよね。あ、でも全部足したら、でも全部足して一発分のダメージやったら別に一発でよくねって思うけど、それよりは多いんかな、ダメージ。とか言ったらまたやられそうだよ。お、やった、よかった、よかった、ありがとう、ありがとう。一匹だけの犠牲で済んだ。ぐごごごごご、なんていうことだ。トワイライトメアにはちょっと悪いけどね。この私がたった7ラウンドでやられてしまうとは、数えてたの。私全然数えてなかったわ。たった7ラウンドで、そこのセリフ変わるってことか。すげえな。仕方あるまい。お前についていくことにしよう。もしかして今のってさ、ラウンド数で、お前じゃ無理だよ、とか言われる可能性もあったってこと？でも倒されとるのに？それはないよー。競泳。競泳って。はい、競泳スターク。すげえ、かっこいい。ゲット。いいね、いいね。ほい、ということで、こんな感じで仲間にできました。はい、今回はこの辺で終わりたいと思います。めっちゃふわっとした終わり方やけど。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよっていう方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。競泳スタークか。やっぱりあれもライドできたりとかするんよね。かっこよくね。